リバージュード・フェニックスはアメリカ合衆国出身の映画俳優。カトリック教徒で大工の父とハンガリー系イコール、ロシア系政党派ユダヤ教徒の母との間に、5人のこのうちの長男としてアメリカ合衆国オレゴン州マドラスの地にリバージュード・ボトムという名で誕生した。ヘルマン・ヘッセのシッタールタで出てくる川がリバーという名の由来とされる。両親が カルト宗教団体、神の子供たちの活動家だったことで、幼少の頃は、南アメリカの各地を転々とする生活で、5歳の時には、ベネズエラのカラカスで妹と共に舞台に立って、歌うなどということもあった。1977年に帰国し、カリフォルニア州のロサンゼルスに移る。灰から蘇るフェニックスのように、自分たちの新しい人生への再生の意味を込め、家族で、 音声自体をフェニックスに改めた。家庭は貧しく、妹と共に路上でパフォーマンスをして生活費を稼いでいた。リバーがスタンドバイミーで有名になって、初めてフェニックス家は車を買うことができた。母が NBC の職に就いたことで10歳にして、初めてテレビに出演。広告やテレビシリーズの仕事を経て、1985年エクスプロラーズで、 映画俳優としてのデビューを飾った。翌1986年には、青春映画、スタンドバイミーへの出演で注目を集める。1988年出演の、旅立ちの時でアカデミー女演団優勝にノミネートされるなど、数多の映画への出演をもって、スターダムへの階段を駆け上がっていった。1991年配給の、マイプライベートアイガホでは、 ベネツィア国際映画祭の男優賞を受賞。代表作とされるこの作品での演技は俳優仲間にも評判が良かったという。ザ・ワイパールーム1993年、弟のホワキンと共に訪れたウェストハリウッドで、ジョニー・デップが経営しているナイトクラブ、ザ・ワイパールームの入り口付近にて、ヘロインとコカインの過剰摂取が原因で倒れ、病院に搬送されるが、心不全で死去した。当時 レッドホットチリペッパーズを一時脱退していたジョン、フルシアンテとは、ドラッグ仲間で死の直前にも共にヘロインなどを摂取していた。倒れて搬送される際には、親友であったフリーが救急車に同乗し、彼の最後を見取った。フロリダ州で散骨されたため墓はない。ファンは、最後の地であるザ・バイパールームに弔問することが多い。2012年9月、未完成のままおクライ離されていた。 遺作、ダークブラッドダークブラッドが、ジョルジュ・シュルイザー監督の地元、オランダで、プレミア上映された。ダークブラッドを完成させた後、予定ではすぐに、インタビュー・ウィズ・ヴァンパイアのインタビュアー役を演じることになっており、11月30日から登場するシーンの撮影を始めることになっていた。リバーは生前、アメリカのプレミア誌で、インタビュアーの役について、吸血鬼に、 あまり興味が湧かないんだ。救いなのはインタビューする方で客観的に見ていられることだね。と語っていた。また、ニール・ジョーダンの脚本も原作者アンライスの筋書きも殺しと同じくらいエロティックさを強調していることでエロティックなシーンと血まみれのシーンとが背中合わせっていうのが不気味だよ。吸血鬼の世界ではそれがセクシーなんだろうね。とも語っており、単なる セックスシンボルと見られることを非常に嫌っていたようである。リバーの死後、この役は変わって、クリスチャンスレーターが演じることとなった。弟ホアキン・フェニックスは、現在俳優として成功している。ホアキンが初めて主役級の役を得たのは1995年、ガス・バン・サント監督の誘う女で、ニコール・キットマンと共演した。妹のレイン・フェニックスもバン・サント監督の映画、 ハウガール・ブルースに出演。妹である女優様フェニックスは、俳優ケイシー・アフレックと2006年に結婚している。プライベートでは、マーサ・プリンプトン、サマン・サマシスと交際していたこと、殺したいほど、アイ・ラブ・ユーや、マイ・プライベート・アイ・ラホで共演したキアヌ・リーブスと、特に親しかったことは有名。レッド・ホット・チリ・ペッパーズのメンバーとは、親交が深く、 ブレイキングザガールのミュージックビデオに出演している。アルバム1ホットミニット収録のトランセンディングはアンソニー・キーディスとフリーがリバーを追悼するために作った。イギリスのロックバンドエクスタシーの大ファンであったという。リバーは幼い頃からヒッピーである両親に連れられて各地へ飛んだが、この時両親の考え方からカルト教団、神の子供たちへの参加を余儀なくされた。 この教団は、大人、子供に限らずセックスを奨励していたため、教団に所属していた幼児同士もセックスをしたという。リバー自身もこれに参加したことを認めており、この出来事がその後の性に対する混乱を招いたと語る。また早くして、性経験をしたために、将来の自分を変にしてしまうのではないかと悩んでいた時期もあった。 1991年11月の雑誌ディテールズのインタビューで、神の子供たちに言った頃、リバーは4歳の時に童貞喪失をしたと述べた。雑誌で、でも、それをさせないようにした。10歳から14歳までは、そのようなことは一切していないという言葉を引用した。リバーの事務所代表は、リバーに対し、冗談だったと発言を撤回するよう圧力をかけたと報じられている。 1994年、雑誌、エスクアイアは、あいつらは気持ち悪い、あいつらは人の人生をダメにしていると怒りながらカルトのことを話すリバーの言葉を引用した。リバーのビーガン、ビーガニズムとしての生き方は、両親の信念に基づいている。かつて父ジョンと母アーリンが、神の子供たちで行われている性的虐待行為に嫌気がさした後に目指したものが、 ビーガンとしての生き方であった。リバーは生涯ビーガンとしての生き方を貫き、飼いるまでにビーガンを徹底しているという本人のインタビューが残っている。エピソードとしては、ガールフレンドだった女優のマーサ・プリンプトンがレストランでアメリカンクラブハウスサンドを注文した時、リバーは失望して泣き出してしまったという。また、スタンドバイミーの宣伝のために来日した際に、 入った蕎麦屋の蕎麦つゆに、鰹節が使われていることを知り、思わず箸を置いたという出来事を、笑っていいともで語った。反麻薬活動を行っていた、リバー自身が、急性麻薬中毒で倒れたという出来事は、大々的に報道された。検事が詳細な解剖結果を公表したことで、リバーが麻薬を使用したという事実を、今や誰も否定できなくなってしまった。一方、 その後しばらく続いた取材、報道から彼の老いたちが次々と明らかになったということもある。リバーが死に至る以前から麻薬を使用していたという事実は周囲の目撃証言、彼の体調の変化からほぼ確定的と言っても良い。最も早いものではスタンドバイミーの共演者であるコリーフェルドマンが映画の撮影中にリバーが 楽屋でマリファナを吸っていて彼が灰になっているのを見たという話がある。ただ、この件に関しては、リバーはその場で自分のものではないと否定している。ありがとうございます。